私たちは瀬戸内地域を橋でつなぐ本支高速でございます。こちらはですね、本支高速のシンボルキャラクターである渡ると言います。橋を渡るの渡るになっております。それでは、渡ると一緒にですね、四国や瀬戸内に関わる大きな橋についてご紹介させていただきます。私たち本支高速は瀬戸内海を3つのルートで結ぶ交通の大動脈でございます。持続可能なですね、高速道路への挑戦や、橋梁を200年維持する200年橋梁、こういったですね、挑戦など高速道路の維持管理に挑戦する会社になっております。しかし、それだけではございません。瀬戸内の未来についての挑戦にも取り組んでおりまして、今日ここにいらっしゃる皆さんのような多様なパートナーさんとの連携を強化して、瀬戸内未来につながる魅力づくりに挑戦しています。今日はですね、交通としての、本支高速道路3ルートをこの場所、東京ビッグサイトから近い中にご紹介すると同時にですね、私たちが挑戦している魅力発見の、取り組みについてもご紹介させていただきます。まずは昨年で、全通25周年を迎えました神戸アーチナルド自動車道でございます。このルートは、世界最大級の吊り橋明石海峡大橋と、鳴門の渦潮で有名な大鳴門橋を結ぶ、兵庫県と徳島県を結ぶルートでございます。淡路島に入ってすぐですね、観覧車のあるサービスエリア淡路サービスエリアはこのルートにございます。続いてですね、明石海峡大橋では、登頂体験ツアーのブリッジワールドというものを、実施しております。普段ですね、皆さん入っていただくことはできない管理路を通ってですね、海上約300メートルの主塔に登っていただきまして、360度広がる絶景を堪能することができます。本支高速ですね、明石海峡のほかに瀬戸大橋や来島海峡大橋でも、登頂体験の旅イベントを実施しておりますので、ぜひご参加ください。続きまして、昨年で開通35周年を迎えました瀬戸中央自動車道でございます。こちらはですね、通常瀬戸大橋と呼ばれるルートで岡山県と香川県を結んでおります。この瀬戸大橋はですね、道路と鉄道の2階建ての構造になっておりまして、先ほどご紹介された JR 四国様の列車なども走っております。瀬戸大橋の途中には吉野パーキングエリアというパーキングエリアがございまして、こちらの展望台からの景色は、特に、多頭尾等が見れましておすすめになっています。最後に3ルート目でございます。こちら瀬戸内しまなみ海道の愛称がございます広島県と愛媛県を結ぶルートでございます。ここは3ルートの中で唯一ですね、自転車と徒歩で、橋を渡ることができまして、近年はですね、サイクリストの聖地という名前でも知られています。また、今年の春で開通25周年を迎えました。これから秋に向けてもですね、イベントが実施されるなど25周年にちなんだ歓迎ムードにあふれておりますので、ぜひしまなみ海道にも足を運んでみてください。このようなですね、本支高速応援楽をかかる瀬戸内や四国には、さまざまなグルメ、特産品、景色など、魅力あふれるいいものがたくさんございます。当社本支高速ではその魅力を瀬戸内魅力発見キャンペーンと題しまして、さまざまなイベントを通して発信しています。例えばですね、瀬戸内を象徴する多頭尾を生かしたイベントや瀬戸内島旅フェスというイベントを実施しました。他にはですね、サービスエリア、パーキングエリアのイベントも予定しておりまして、これからはですね、10月12日から14日は瀬戸内マルシェ、10月27日は瀬戸内バイクフェスタというようなイベントも予定しております。今日はですね、お時間も限られておりますので、全てのイベントはご紹介できませんが、他にもですね、インフラツアー、瀬戸内のサイクリングですとか美術館の情報もございまして、それはですね、当社瀬戸内魅力発見のキャンホームページで、発信していますので、ぜひご覧ください。最後に橋のライトアップについてご紹介させていただきます。夜間にはですね、橋のライトアップも、こういった形で実施しておりまして、昼間の景色とはまた違った、魅力を楽しんでいただけると思います。瀬戸内四国の魅力を発見しに、さまざまですね、橋を渡っていただいて、四国にぜひお越しください。以上、本支高速でございました。ありがとうございました。